環境を守ることで楽しいサッカーがプレーできることを子どもたちに伝えるイベントが小川町で開かれました。小川町と浦和レッズなどが連携し初めて開かれたイベントには、町内の小学1年生から6年生およそ50人が参加しました。子どもたちは寄居町にある彩の国資源循環工場の一つアイルクリーンテックで、給食センターなどから排出された生ごみなどを発酵させて堆肥を作るリサイクルの工程を見学しました。このあと浦和レッズ OB の森田光平さんらハートフルクラブのコーチによるサッカー教室が開かれ、子どもたちはドリブルなどを練習した後、白熱した試合を繰り広げました。気温上昇による熱中症のリスクはサッカーのプレーにも大きな影響をもたらします。子どもたちはイベントを通してスポーツを全力で楽しむためにも、環境に配慮した行動を日頃から心がけることの大切さを学んでいました。分別のルールとか、それを意識するのが大事だと思いました。サッカーシューズとか、あと帽子とか大切に使えばゴミは減ると思う。